英雄とはいつも孤独なのでしょう。かつて人類にもみんなを守るために自ら孤独の道を選んだ少女がいた。その事実があの子を支えていたように思います。お姉様みたいに宇宙パイロットになってみんなを守りたいんです。私たちと一緒に戦いたいならバスターマシンがなきゃ話になるのよ。バスターマシン、バスターマシンに乗るということは恐ろしいことなんだ。バスターマシンに乗れば心を囚われてしまう。まあ君に本当に必要なものなのか。ナノはすごい。私なんかとは全然違う。おびただしい数の宇宙怪獣が集結を始めています。バケモンだ。重力圏内アクセスコード全て拒否。正確のリスナフ動いて。お姉様、人類の天敵。ここで奴を撃たれば人類は根絶やしにされるぞ。太陽系防衛システムである7号、大昔に太陽系を守るために作られた。自分の力を最後まで信じる者にこそ真の力が宿るからです。ビスヌフ、